皆さん、グッドゲーム、アルテマンでございます。さあ、今日はついに来ました、教えイベントですね。この教えイベントから出るおすすめの教え、各職業分紹介していきたいと思います。少し長くなりますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、早速見ていきましょう。それでは、ブレイブナイトを見ていきたいと思います。今回排出されるスキルは、ヒットポイントプラス中と、連なる速さというスキルです。連なる速さは、サブ武器のメインスキル発動後 20% で、素早さが 30% 上がるというものです。まあ、要するに、ピュラが自分にかかるというところですね。まあ、これ似たようなスキルで、連なる力というのがありますが、まあ、これはね、バイシオンなんですけど、それのピュラバージョンということなんで、まあ、ブレイブナイトはね、非常に、まあ、最強の職業と言っても過言ではないので、まあ、このね、教え、まあ、全種類、まだブレイブナイトは種類が少ないので、全部種類揃えられるかとは思うんですけれども、お時間がない方、私のおすすめとしては、ヒットポイント中と力中、これの組み合わせがおすすめです。やはり、基礎の能力値が上がるという点で、おすすめです。さあ、続いてアルカナロードを見ていくんですが、ちょっとアルカナロードは、おすすめの教えと言われるもの自体がないのかなという気がしてます。まあ、ピオラはね、非常にいいものなので、まあ、何かしらピオラがセットされたもので、この中のいずれかのものですね、があるといいんですが、ここに注意書きがありまして、ピオラとスクルトは同じ教えにセットされていることはないというふうな正し書きがあるので、まあ、ピオラとヒットポイント中とか、ピオラと緊急結界とか、そういったものがいいんじゃないでしょうか。続いてバトルマスターを見ていきます。バトルマスターについてなんですが、まあ、おそらくこのピンチにテンションアップですね。これと、あとこれらの組み合わせをつけとけば間違いないのかなという気がします。ピンチにテンションアップとテンションアップで、まあ、素早くね、こうテンションを上げていくみたいな運用もできるのではないでしょうか。はい、それでは続いてパラディンの教えについて見ていきたいと思います。パラディンの教えは、聖騎士の信念と奥さんの盾という形になっています。これはですね、まあ、ヒットポイントプラス20っていうのは非常に強いんですけれども、まあ、パラディンもともとヒットポイント高いので、まあ、そんなにこれ以上伸ばしてもなという感じがします。なので、まあ、奥さんの盾と戦友の絆強、もしくは奥さんの盾と反撃の呪しなどがいいんじゃないでしょうか。さあ、続いて賢者の教えについて見ていきたいと思います。賢者の教えは、ホイミ系呪文のコツと連続呪文のコツ強ということで、やはりホイミ系呪文のコツ非常に強いですよね。不死鳥の杖を装備する機会がある場合は、やはり補助呪文ベホマラをセットすることになるかと思うので、まあ、これをね、スキルゲージめちゃくちゃ速くなるということで非常に有効なんですが、まあ、それとセットで使えるのがやっぱり小玉するインテなのかなというふうに思います。やっぱり攻撃呪文のね、威力を自分で自由に上げられるっていうのがね、魔剣同士の強いところなので、まあ、これをね、セットすると、まあ、攻守にわたって非常にまあ汎用性が高くなっていくっていう教えなので、まずお手元に確保したいのは、包囲み系呪文のコツと小玉するインテなのではないでしょうか。さあ、続いて自分のメイン職業である星騎士魔法戦士の教えについて見ていきたいと思います。こちらがとんでもないスキルが来ました。いきなりインテですね。これがね、もう待望の攻撃呪文のね、威力が単純に上がっていくというものなので、もうぜひね、星騎士やってる人抑えましょう。で、守護する魔力強なんですがね、まあ、S ランクのスキルではあるんですけれども、まあ、今はね、黄金ブレードという強烈なスキルがありますので、まあ、そちらでいいのかなという気がします。で、おすすめの教えはいきなりインテとこのね、魔法戦士の精神です。これで開幕の一発、強烈な一撃を叩き込める魔戦が出来上がります。で、これは、不死鳥の杖だけで使うっていうのもありなんですけど、不死鳥の槍でも使えるんですよね。で、
これ何がすごいって、不死鳥の槍は聖剣連山を、ね、直ちに発動できるっていう能力を持ってます。でさらに、ね、いきなりインデとあとマフラーアップを飲めばね、まさしく物理と魔法を両立して戦えるっていう状況が出来上がります。なのでこれね、方式で超絶強化になってます。ぜひね、あんまり公式で使ったことないよと、魔法戦士使ったことないよという人も、これを機会にね、ぜひ一度使っていただければと思います。さあ続いて海賊を見ていきます。海賊は力プラス中と海賊の本能というスキルが追加になっていて、この海賊の本能ですね、味方のいずれかが休みを受けた時に 10% で解除するというとんでもない効果になってます。竜の女王のローブ上だとか、フレデリカ・メイルの上ですね。それで、まあ、休みの完全体制っていうのを取ることはできるんですけれども、まあそういうのをね、持ってない時にギガ伝説級とかで使えるっていうね、可能性が十分にありますね。無対策よりもね、確率があって解除できた方が、これはね、安心材料にもなりますので、非常におすすめなスキルとなってます。でこの海賊の組み合わせとしては、やはり力プラス中っていうのは押さえておきたいので、まあ、力プラス中とヒットポイントプラス中ですね。あるいは、時々アンコール強とかね、こういうのもいいんじゃないでしょうか。さあ、続いて魔物マスターについて見ていきましょう。魔物マスター、これ公式の動画でもピックアップされておりましたが、防衛本能ですね。これは必ず取りましょう。防衛本能と、例えば溢れる魔力だとか、あとは疾風の牙もいいと思うんですけど、ドラゴンボディですね。これ、あと突撃の歌とかもいいんですけど、これね、何気に、魔物マスター、天地雷鳴士はですね、ターン開始時に、いろんなこう、バフ効果が発動する、そういうね、支援寄りの職業になってるんですけど、アルバナムの大魔王級がね、簡単に倒せるっていう時に非常に見直された職業でして、これね、今後、また魔物マスター、天地雷鳴士が復活してくる可能性十分にあります。ね、昔は、ハグメタの弓で、まあ、サミダレ流星群とかね、疾風の牙とか、噛み砕きでね、敵にデバフをかけながら、魔王級攻略していった時期がありましたが、最近はね、ちょっとそういうことも久しいんですが、今後確実に、これ魔物マスター、テコ入れ入ってますので、活躍できる機会があるのではないでしょうか。さあ続いてスーパースターの学び屋について見ていきましょう。スーパースターはダンスタイム強度フィーバータイムなんですが、いずれもですね、現在の環境からするとちょっとどうなのかなという気がしてます。まあとはいえ、ハッスルダンスとね、ギガハッスルダンス、どちらかが発動した時にね、 10% で仲間全員の素早さを 30% 上げてくれる効果で、非常にまあ強いのではないでしょうか。ただやはりスーパースターはね、オンステージ、まあ、踊ってなんぼっていうところがあるんで、やっぱりこう、ワンモアタイムですね。ワンモアタイムだとか、まあ、前あったような、オンステージのスキルゲージをね、一発目から 100% 貯めてくれるようなスキルと比べると若干見劣りするのかなという気がします。さあ、グラディエーターの教えについて見ていきたいと思いますが、個人的にはグラディエーター、ね、ゴッドハンドに非常に強いテコ入れが来るんじゃないかと思っていたんですが、あまり目ぼしい強化が見られないのかなというふうに思っていて、まあ、神速の拳ですね。まあ、攻撃特技発動後 10% でピュオラがかかりますというところがあるので、まあ、ブレイブナイトのね、サブスキルとまあ似てるんですが、まあ、あちらと違ってね、こっちは攻撃特技、あらゆる攻撃特技に対応しているというところがあるので、こうグラディエーターゴッドハンドはやはりね、攻撃特技のコツがついてますので、こう一発の威力ではなくて、こうどんどんね、こう連打していっていくというようなバランス調整になってるんじゃないでしょうか。まあ、やはりね、その中でもの真剣、神速の拳ですね。神速の拳と、まあ、うなる拳、これ2つね、組み合わせると、まあ、ピオラとパイシが 10% でパンパンとこうかかるかもしれないというような形で、まあ、非常にね、ギャンブル性の高いスキルになっているんじゃないでしょうか。では、天文学者の教えについて見ていきたいと思います。天文学者の教えについては、ピオラと小玉するピオラが最強なので、特に言うことはありません。以上です。
ということで、教えについて見ていきました。まあ、とにかく、自分はね、星騎士がメイン職業になっているので、非常に強いテコ入れが入って、満足をしております。で、ブレイブナイトもね、順当にやっぱり強化されているので、まあ今後もね、ブレイブ一強体制っていうのは続いていくのかなと思いますが、まあその中でも、こう、新しい教えによってね、職業間のスキル、バランスがね、取れていくっていうのがあるので、まあ今はね、使わないような教えであっても、後から、ああ、これ取っとけばよかった、すごく使えたのにっていうのがね、起こるのが星ドラですので、まあ、基本的にはね、今おすすめの教えっていうのをピックアップしていったんですが、まあ、お時間の許す限りですね、全部の組み合わせを取っていくと安心かなというふうに思います。今は、教えの周回はですね、この不死鳥装備があれば、もうね、ボタン一つ押すだけで終わりますし、あとは、不死鳥化ね、これはする必要ないです。不死鳥化せずに、まあ、バギラミアないし、ゴーテン雷光ないし、不死鳥劣化、これを打つだけで終わりなので、まあね、周回の時間非常に短くなっているので、時間がない方もね、非常に周回しやすくなってます。で、公式のね、配信からもお示しがあった通りですね、食べ物はスラマンでいきましょう。スラマン今999個ね、まあお持ちの方も多いと思うんですけど、もしスラマンがなくなってしまった場合については、他のね、ものをセットするしかないので、まあそこはね、ちょっと頑張るしかないんですけど、まあ、と、私の放送ではですね、まあメタスラマンを不要で、周回できるね、そういう環境を整えておりますので、もしね、こう周回しづらいよという方がいれば、私の配信の方にね、来ていただけると、みんなでワイワイ楽しく周回ができるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、本日の動画は以上で終了になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、どうかどうかよろしくお願いをいたします。それでは皆さん、グッドラック。